はい、今ですね、東京の浅草にいます。浅草のね、伝法院通りっていうところ、今歩いてるところです。で、本日、平成26年2014年の7月の8日ですね、今日火曜日かな。ありがとうございます。まあ平日はそんなに混んではないですけどね、まあ、今こんな感じで今歩いてるところです。昨日まで雨だったんですけどね、今日は晴れてて結構すがすがしい天気ですね。まあ初夏なんでね、まあちょっと暑いですけどね。まあこんな感じで歩きます。ちょっと歩きます。浅草メンチ、メンチカツが食べれるのかな。結構やっぱ外国人が多いです。外国人の観光客もね結構来てます。今東南アジアのねビザが安倍政権によってね、解放されて、例えばベトナムとかタイとかマレーシア、ね、ビザなしで来れるようになりましたね。なのでこんな感じで見てます。その後もう一回結構多いですね。まあそんでも土曜日日曜日に比べたらそんなに多くないかな。うん、暑いな。しかしすごいっすよ。これなんかいいね、日本的な感じのね、ジンベエが浮かぶ。ここいいっすね、伝法院通り。なかなか落ち着きます。うん、